気だな。いい天気だ。さあ見えてきた。こんにちは、平山茂です。今日は10月8日ですね、金曜日。現在時刻は2時48分でございます。さあ皆様お久しぶりでございます。さあ本日も皆様お仕事お疲れ様でした。お疲れ様でございました。今週ももう終わりですね。金曜日が終わります。本当に1週間お疲れ様でした。いやーちょっとね、暑かったですね。ちょっと今週はね、ずっと暑かった。いやーちょっとね、昨日は地震もありましたしね、なかなかびっくりした方もね多かったと思いますけれども、いやー大丈夫ですから、大丈夫ですよ。大丈夫ですからね。うん、大丈夫ですから。さあちょっとね、今日はあの紙芝居プロジェクトっていうのをね、私やってるんですけれども、あの一応ね、順調にいっておりまして、ちゃんとね前に進んでおりますからね。駐車場がね空いてないです。そのね、紙芝居プロジェクトのちょっと打ち合わせを兼ねてね、愛知県の、今日はね愛知県稲沢市というところに来ております。稲沢市、まあ打ち合わせも終わったんですけれども、せっかくね稲沢市に来たのであれば、まあ稲沢市はね、まあ神宮神社の裸祭りとかも、まあ、有名なんですけれども、もう私的には、宝くじ高額当選の町と、ちょっと話長くなりましたけども、宝くじを買います。今日は宝くじ買います。皆様の大丈夫のために今日は宝くじを買いたいと思います。宝くじがね当たらなくても大丈夫は大丈夫なんですよ。大丈夫、そこは変わりはない。ただ宝くじでいっぱいお金ももらっちゃおうとそして配ろうじゃないかと、そんな企画でございますのでね、はい、まあ、基本的には週1ね、月曜日にロト6企画というのをやってるんですけれども、今日はちょっとね、たまたまちょっと稲沢市の方に、ね、打ち合わせできたので、ちょっと稲沢といえば宝くじだろうということで、ハロウィンジャンボですね、こちらをちょっと今から買ってまいります。いやー大丈夫だ、ここで買っちゃえば大丈夫でしょう。まあ、ちなみに今回ハロウィンジャンボを、まあ、狙っておりまして、10月22日までね販売期間があるので、その間にいろんなこう当たるであろう、いろんな場所でちょっとね宝くじをちょこちょこかき集めようかなと、買ってね。なので今日もう今から、連番とバラですね、これをまた10枚ずつ買ってこようかなと思います。はい、じゃあちょっと買ってきますね。すいません、話の途中すいません。宝くじなんてどうでもいいんだよ、俺は平山の話が聞きたいんだよっていうね、ご意見わかります、わかる、わかる。でもね、宝くじもぜひね当てたいんです、皆様のために、そして自分のためにということで、ちょっとお待ちください。ちょっと行ってきます。よし、さあ、いた、いた。さあ買ってきました。連番10枚、バラ10枚、ハロウィンジャンボ宝くじでございますね。ちょ
とお店はできませんが、こんな感じかな。こんな感じでございますね。ハロウィンジャンボ一等は確か5億でしたかね。確か一等前後賞合わせて5億とかね、そんな感じでございますけども、当てます、当てますからね。さあとりあえずね、6000円分ここでは購入しました。アピタですね、アピタ稲沢、はい、こちらね買わせていただきました。一応また予定としてはね、大阪でも買おうかなと思っておりますし、まあ前回ね、宝くじの日記念で3と5万円が当たった宝くじ売り場でもまたね買おうと思っております。一応売り切れてたら怖いので、ちょっとずつね買っていこうかなと。最終22日が販売最終なんで、その日も買えたら買おうかなと。残り服を狙って、残り服を狙うと、はいですね。で抽選日は10月29日金曜日、いいですね、10月29日金曜日なので、まあ、11月の頭ぐらいですかね。そのあたりにちょっとこのハロウィンジャンボの結果ですね、結果発表をライブ配信で行いますので、ぜひぜひ見に来てください。また一応告知はさせていただきますのでね。いやー楽しみだ。いやー当たっちゃうなこれ。まだ宝くじ購入資金はいくらか残ってます、まだ残ってます。よしよし、とりあえずゲットだ。まずい、バイトの時間だ、もう3時じゃん。ちょっと名古屋に帰ろう。よし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 、頑張ろう頑張ろう。大丈夫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 ですからね、大丈夫。ではまた明日、また明日お会いしましょう。平山茂でございました。皆様大丈夫ですからね、大丈夫大丈夫ですからね。ということで、おやすみなさい。おやすみなさい。